では知的財産計画分野の佐藤止めと申します、えっと、私たちの研究室はですね医療イノベーションを実施するような人材の育成をあの目指しております、えっと。皆さんも接種を受けたかもしれませんけれども COVID-19 の,あのメッセンジャー RNA ワクチンっていうのはあのワクチンのメッセンジャー RNA を、まあ就職する、あの、修道法人を使ったような技術ですとか、n ヌ p ヌっていうのは、実は大学の研究成果になっています。それを、まあ患者さんに届けるためには、やはり事業化っていうのを、あの、通じてやらなければいけません。 そのためにはやはりビジネスを巻きき込ままなきゃいけません最近は既存の製薬企業さんですとか医療機器メーカーさんのほかに自らがスタートアップを作って起業するというそういったことも非常に多く行われていますでメッセンジャー RNA ワクチンも大学発ベンチャーから製造販売メーカーにライセンスされていると。 いいう感じになっていますでこのビジネスを巻き込むためにはですねこの医学研究の成果をきちんと特許などの知的財産として保護していかなければあの医療っていうのは開発に、まあ、臨床試験などを含むために非常に多額の投資を受けなきゃいけないということでその投資を あのやっただけの見返りを得るためにはやはり知的財産で保護して独占権を持ってえっとビジネスにしていくということが必要になってきますなので私たちのところではこういうようなまあ医学研究の成果とビジネスとまあ知的財産を理解して医療イノベーションに資するような人材というのを育成するということを目的にしております。で知的財産経営学のカリキュラムはこのサイエンスと知的財産法とビジネスの3本柱で構成されております。 サイエンスにつきましては医学部ですとかスピー h の講義を受講していただいて理解いただきます。知的財産法とビジネスに関しては私たちの研究室が講義を提供しておりまして、知的財産法に関しては5科目10単位、ビジネスに関しては4科目7単位を提供しております。で、この後2年次に課題研究を通じて医療イノベーションに資するような人材になっていただくということになっています。 バックグラウンドは医学薬学理学ですとか経済法学などさまざまなバックグラウンドの方たちが来ていただいておりまして、まあ、どのバックグラウンドの方でもこの3つの内容が理解できるようなプログラムを提供しております。で課題研究はあのこちらに示すような産学連携ですとか自在ですとか医療ビジネスに関するテーマをやっております。 講師陣なんですけれども寺西先生ほか高山先生まで7名は教大にあの所属していますけれどもあの教大の産学連携の実務を担当しております。で田中先生以下藤井先生まで5名の非常勤の先生は現役の弁理士の先生です。で養成された先生あの学生さんは、ま、産学連携ですとか知財管理事業家などさまざまな分野で、えっと、活躍しております。 説明会ですけれども、この、えっと、建物の向かいの知覧会館別館で行いますので、飛び込み参加も歓迎しますので、興味ある方はお越しください。ありがとうございました。